ポルシェ944は、ポルシェが924と928の中間グレードを担うモデルとして1983年から1991年の間に製造していたスポーツカーである。911の後継者として当時ポルシェに在籍していた技術者・検査公責任者のエルンスト・フールマンが928を開発したものの9 11、911。 の後継者に928は、サイズが大きすぎたため、主に924以上928未満の、市場開拓を狙って開発された。モチーフとなったのは、全身モデルにあたる924の、レーシングバージョンの924カレラ GT。フロントバンパー下のエアダム、前後のブリスターフェンダー、ハッチ後端のスポイラーなどに影響が見られる。 最初に944の名称が使用されたのは1981年のルマン24時間レースにバルターロール・ユルゲンバルト組の運転で参戦したレーサー 944LM である。これは924彼ら GT のボディに928の V 型8気筒再一 C4.7 リットルエンジンを半分の直列4気筒とし、 内径を拡大し DOHC 化、シングルターボチャージャーによるチューニングを受けたもので、市販車ベースながら、総合7位、GT プロトタイプクラス3位となった。後に、トランスミッションは956に流用されている。市販車としては1981年、フランクフルトモーターショーで発表され、1983年から製造が開始された。 ボディ形状は二ドア四座クーペであり、当時のポルシェ最高責任者、ペーター・シュッツの制作で、当初は911の後継者として位置づけられていた。特に1986年発売の944ターボは、世界一ハンドリングが良い自動車と称され、スポーツカーのベンチマークとして、同業他社からマークされた。当時の販売台数は911を上回るなど、 商業的に成功し、実質的にこの時期のポルシェの経営を支えたモデルとなった。エンジンは924とは違いすべてが、ポルシェ製で、928の V8 エンジンの、変番バンクをベースとし内径を 5mm 広げ内径、ファイ 100mm 工程 78.9mm の 2478cc とした。 最一 C 直列4気筒水冷エンジンを搭載する。1985年に下級機付きの944ターボが発売され、また 944S2 では 2990cc まで拡大された。バランスシャフトは、すでに日本の三菱自動車工業が取得していた特許があったため、一部書籍には三菱がポルシェに 技術供与したと受け取れる記述が見られる。ポルシェ側の説明では、独自研究開発していたバランスシャフトが、三菱が持つサイレントシャフトの特許に抵触したとしている。バランスシャフト自体は、自動車のエンジンに限らず、内燃機関で広く利用されている技術であり、三菱の特許は、その実装法の一つに対するものである。最終的には、 ポルシェと三菱との間の契約として、ポルシェは三菱が特許を持つバランスシャフト技術を、三菱はポルシェが特許を持つトランスワクする技術を、互いに利用することを認めるとされたものとされている。発売当初から5速 MT 車、3速 AT 車が用意されている。トランスミッションはどちらもアウディ製となっている。製造開始。パワーステアリングが、 オプション設定された。この年944ターボが追加された。車内から高軸調整可能となった。この年をもって生産が終了された。1992年春販売終了。後継モデル968が販売開始された。ありがとうございます。